動画は最後まで見て高評価しないと月に変わって食べちゃうぞ。チータンアオニ、チータンアオニ、チータンアオニは今やツイッターが大人気。ツイッターで渋谷にいるとつぶやけば一目見ようとたくさんの人が集まってきます。でも集まると食べられてしまいます。そしてこれはいいと思った青鬼は常にチータン青鬼のツイッターを注目。どこにいるか分かったら急いでそこに向かいます。そして集まってきた人たちを次から次へと食べていきます。最近ではチータン青鬼の近くに行けば人間が食べれるということで、もう人間よりも青鬼の方が集まるようになってしまいました。どう見てもチータンではないので、このツイッターには気をつけましょう。時計青鬼、時計青鬼、時計青鬼は1時ぴったりになると青鬼が出てきます。そして人間を一人だけ食べてまた時計の中へと戻って行きます。1時だったら1人、2時だったら2人、3時だったら3人、11人だったら11人、何時かによって食べる人数が決まってくるのです。食べられないためにもぴったりの時間になる前に針が動かないように釘を刺して動かないようにしておきます。これでもう青鬼が出てくることはありません。メガネ青鬼、メガネ青鬼、皆さんおなじみヒカキン青鬼。ヒカキン青鬼はぶっちゃけ人間でも簡単に倒すことができます。ヒカキン青鬼を倒した後に残ったこちらのメガネ、これがメガネ青鬼。人間を襲ってきたりはしません。しかしこのメガネをかけてしまうと、なんとみるみるうちに青鬼になってしまうのです。青鬼になってしまったらメガネを外しても元に戻ることはできません。こうやってどんどん青鬼が増えていくのです。なのでこのメガネを始末しなくてはいけません。しかし折ろうとしても頑丈、燃やそうとしても全く燃えてはくれません。上からお相撲さんが乗っても壊れません。ちなみに伊達メガネです。レンズは入ってません。ではどうやって処理をするのか、頑丈な箱の中に入れてしまいます。そして鎖で箱を塞いで海の底に沈めてしまいましょう。これで誰もかけることはありません。仮面ライダーブルーベリー、仮面ライダーブルーベリー、人間が気持ち悪い化け物に襲われてしまいました。そんな時に現れるまた化け物、化け物が増えたと思いきや、こちらの青鬼はなんとヒーロー、変身して仮面ライダーブルーベリーになるのです。人間が仮面ライダーになるだけで強いのに、青鬼がなったらもう最強、敵の攻撃なんて全くびくともしません。そんな仮面ライダーブルーベリーの必殺技、ライダーキック。高くジャンプしてしまうと頭が重すぎて落ちてしまうので、ライダーキックをするときはかなり低空飛行のライダーキック、これで一撃です。敵を倒した後は元の姿に戻って人間を食べてしまいます。結局はバケモンの仮面ライダーブルーベリー、他のバケモンに人間を倒されてしまうと餌がなくなってしまうので戦っている仮面ライダーブルーベリー、食べられないように戦っている時に遠くへ逃げてしまいましょう。人間に愛されてる青鬼、人間に愛されてる青鬼、見た目がめちゃくちゃ可愛いから人間がみんな大好きな青鬼、一度でいいから見てみたいと人がたくさん集まってきます。こんな見た目ですが結局は青鬼、口を開けばフワッティみたい、普通に人間を襲って食べてきます。でも食べられる人はなぜか幸せそう。しかし食べられるのは良くないので襲ってこないように檻の中に入れますが、結局は青鬼なので力技で出てきてしまいます。なので距離をとって楽しみましょう。
とてつもなく人気なのでグッズも発売されています。キーホルダーは1800円、ちょっとお高め。小さめのぬいぐるみも5980円。お金も大好きな青鬼です。恥ずかしがりや青鬼、恥ずかしがりや青鬼。普通の青鬼だったら壁をぶち破って現れたり、前から急に出てきたりしてきます。しかし恥ずかしがりや青鬼はそんな目立った恥ずかしい登場の仕方はしません。極力人間に見られないようにします。ドアを開けてみたらもうすぐそこにいて、すぐ食べられちゃったり、うんちしたくてトイレに入ってみたら隣のトイレから出てきて、鍵でトイレを開けられて中に入って閉じ込められちゃう。開けた時にはもう姿はありません。もしかしたらトイレの中に流れて逃げたのかもしれませんが。そして青鬼が現れて逃げようとすると、落とし穴、落ちた先には恥ずかしがりや青鬼がいるということも。できるだけ人間に見られずに食べてきます。移動するときはでっかいゴミ箱の中に入って足だけ出して動きます。この移動方法はかなり恥ずかしいですけどね。いろんな鬼が混ざった青鬼、いろんな鬼が混ざった青鬼。この見た目通り、もういろんな青鬼がごちゃ混ぜになっています。いろいろな青鬼が混ざっているから強いと思いきや、上から降りてきてまた上がるという操り人形青鬼と同じ動きなので、操り人形青鬼と強さは変わりません。ジュリアナ東京青鬼、ジュリアナ東京青鬼。ジュリアナ東京青鬼は六本木でお立ち台に乗りながら扇子を振り回して踊っています。もしもこの踊りを見てしまうと洗脳され操られてしまいます。操られた人間はお立ち台の上に上がっていきます。そして食べられてしまいます。なので踊りを見ないように目をつぶっていると、わざわざ降りてきて食べられてしまいます。なので六本木のお立ち台があるところには気をつけましょう。青木戸鬼博士、青木戸鬼博士。青木戸博士ではなく青木戸鬼博士に会ってしまうと変なポケモンを紹介されてしまいます。そして食べられて終わりです。絶対に青木戸博士に会いましょう。コンピューターウイルス青鬼、コンピューターウイルス青鬼。 Mac のパソコンで青鬼について1時間以上調べていると、リンゴのマークがブルーベリーになってしまいます。こうなったらもう終わり、画面は変なブルーベリーの宣伝だけになってしまいます。もう戻ることはありません。メラメラ青鬼、メラメラ青鬼。メラメラ青鬼は人間を食べるというよりは人間を燃やして栄養を吸い取るという感じです。見た目はもともとこうではなくカスみたいな感じです。ガスコンロなどの火のあるところに風に乗ってふわ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 やってきて、火で一気に大きくなります。人間以外を燃やすことはないので安心ですが、燃やされてしまう前に消火器なので消してしまいましょう。しかしカスだけは残ってしまいます。また火がつくと大きくなるので、水がいっぱい入った水筒の中に入れて閉じ込めてしまいましょう。これで安心です。みんなたくさんのご応募ありがとうございます。採用されなかった方々申し訳ありません。これに懲りずにまたのご応募お待ちしております。それではルールを守って応募してね。ルール1、名前、アイコンを使っていい方。ルール2、一人、一つまで。ルール3、きつい、下ネタはやめましょう。ルール4、採用されなくても、文句の言わない方だけご応募してください。応募の締め切りは1月20日の午後8時まで。たくさんのご応募お待ちしております。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。